トラット級水雷艇は、太陽国海軍の水雷艇の艦級である。本級は、太陽国海軍が、自国の沿岸防御のために、イタリアの CRDA 社に発注し、モンファルコーネーズ大戦所に1934年度海軍計画において2隻と、ついで1935年計画で7隻の、軽9隻が発注された。本級の船体形状は、同時期に、 イタリア海軍で建造されたスピカ給水雷艇に禁じしている。強く傾斜したクリッパー型艦首から艦視看板の還元部のみ高い単線手狼型船体を採用している。全く反り返りのない艦視看板上に7.62センチメートル速射砲、お棒立てのついた単装砲がで一機を配置。その背後に即居技を乗せた等型環境を基部として、 簡素な短脚式の全部マストが立つ。2機のボイラーの煙地を統合したために1本煙突の周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットを片元1組の計2組により運用された。煙突の後部に中央部 7.62cm 速射砲が1機、配置し、中央部甲板上に 45cm 連装魚雷発射管が、 直列に2機が配置された。後部魚雷発射艦の後方に後部マストを挟んだ後部甲板状に後ろ向きに後部7 6 2トル速射砲が後ろ向きに1機の順である。本級の手法にはアンサルド製1917年型7 6 2トル速射砲を採用した。その性能は 重量 6.5kg の砲弾を行四42度で1万メートルまで、行角70度で高度5740メートルまで届かせることができた。方針の不行能力は行七75度、深く10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限を受けた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は 毎分15発であった。これを単装砲火で2機が搭載された。近接火器として、ブレダ 20mm 単装機銃2丁、8mm 単装機銃4丁を搭載された。他に、対艦攻撃用に 45cm 連装魚雷発射管2機を搭載できた。ありがとうございます。